じゃあ続いて例題3番いきます。春子さん、夏子さん、秋子さんの3人で栗拾いをしました。夏子さんは春子さんの2倍より7個多く、秋子さんは春子さんの3倍よりも5個少なく拾ったところ、3人の合計が80個になりました、ね、この時春子さんは何個拾いましたかということですね、うん、まあちょっと3つの数字になったので、ちょっと書いた方がいいんですよね、ややこしくなって。春、夏、秋、でまず、まあこれ2人がね、秋子さん、夏子さんはね、春子さんを基準に何言ってるので、まあ、春子さんこれ1としようか、ね、で夏子さんは春子さんの2倍よりも7個多く、春子さんの2倍よりも7個7個多く拾う、ね、次、秋子さんは春子さんの3倍よりも5個少なかの3倍よりも5個少なかね、5個少なかで、その時の3人の合計が80個、こうやって合わせて、この時春子さんは何個拾いましたか、うん、なのでじゃあ全部この端数を除いて考えればいいよね。春子さんの1倍、春子さんの2倍、春子さんの3倍、ね、これ全部合わせたら、じゃあまずこの7個を減って80から7個を減らして削ってあげよう、ね、80-7、ね、でこれが消えた。次これ5個少ないから5個足してあげよう、ね、5個足してあげよう。じゃあこれがこれで78個が春子さんの 1倍と2倍と3倍で6倍になってる、ね、じゃあ春子さんは栗は、ね、割る6してあげると78÷6で13個となります。いいかな、春子さんの基準としてからね、うん、で千人図に書いてあげると、ね、で自分でちゃんと書けるようになると、そうするとミスもね少なくなると思うんで、ぜひ、ね、まあ、こんなの10秒ぐらいで書けちゃう。